前回までのあらすじ。ロボットによる殺人に遭遇した素人探偵赤星一号はロボたちの証言カメラ映像からこの事件の真相を暴き出したらしい。アンロボがなかったって本当か？ええ、まだ謎は残っていますが、犯人、元い反ロボはこの人というか、このロボしかいないはずです。一体誰なんだ？この中にいるんですか？何を言う？それでは始めましょうか。赤星一護の推理ショー。はい、ということで早速推理の方していきたいと思うんですけど、その前に今回赤星からの挑戦状には YouTube コメント欄にて9人、Twitter ハッシュタグにて2人、合計で11人の方々に参加していただけました。本当にありがとうございます。皆さんね、自分が合っているのか間違っているのか、ぜひ見届けていただければと思います。さて、まずはじめに A さんについて考えていきましょう。彼女、まあ性別とかあるのか分かんないんですけど、彼については B さんのカメラの映像を見れば一目瞭然ですよね。もし A さんが撃ったのであれば B さんのカメラには光線は映らないはずですから、つまり A さんは無実です。次に B さんについて考えてみます。 B さんは異様に口数が少なかったのが気になりました。 A さんと RX さんは口数こそ多かったものの、それぞれ違った性格でしたし、そういう性格と言われればそれまでなんですけど、少なくとも B さん視点では犯人、じゃなかった、反ロボは RX さんしかいないにもかかわらず一切そういった発言をしていないのは不自然に感じましたね。とりあえず保留です。 RX さんは一見とても怪しく見えますが、体の一部であるカメラを壊すというのは一瞬で計算するために衝動的な殺人がありえないロボット、特に自分の機能にプライドを持っていた RX さんでは考えにくいですね。ロボット三原則にも反しますし、まあ殺人自体がロボット三原則に反しているんですがね。さてと、皆さんなんとなく俺が言いたいこと分かってきたんじゃないんですかね。ということで VTR スタート。正義の星が貴様を砕く、アストライヤーが真実を照らす、犯人、元い反ロボはあなたです。 B さん、いずれバレることは分かっていましたが、あなたの存在は計算外でしたね。分かってたんですか？映像を解析して、私と 221A それぞれの映像の光と音のズレと、我々3人の5時時点での位置関係を調べれば、レーザー光線の発射位置が私の銃であることが明確ですからね。光と音のズレで、雷の位置が大体わかるのと同じ原理ですね。俺はきちんと解析はしてないんですけど、スロー再生すれば、木さんでも RX さんが半ロボじゃないとこまではわかりましたよ。YouTube でも再生速度を変えたらいけるんじゃないかな。 YouTube？ すいません、こっちの話です。しかし、どうしてこんなことを？我々は人間を守るよう設定されています。しかし、ゴミをポイ捨てする人間が増えることが、いずれ人間を絶滅に誘うという計算結果が出てしまいました。人間を守るために人間を排除しなければならないという矛盾した計算結果に、私の脳は自己破壊しかけました。しかしそんな時、こう言われたのです。ポイ捨てをするような人間を人間と思う必要はない。あれはゴミだと。清掃ロボである君が掃除する対象なのだと。それから私は、そうしたゴミを排除するようになったのです。今日排除したのもその一人。一つでした。 221B、 それは違うぞ。そもそも我々の目的は掃除をして人間たちが快適な生活を送ることができる環境を作ることだ。人が死んだ通りというだけで、ここを通る人間を微妙な気分にさせるだけだぞ。
くのはありましたか？私の計算結果では、ゴミ問題に人間は将来的に必ず取り組む。こういった仕事は人間に任せておけばいいのだ。わかりました。人間を信じてみます。しかし、RX さんには感心しましたよ。ポンコツっぽい割に、言うときは言うんですね。失礼なやつだな。RX はね、早く直してもらった方がいいぞ。そうだな。今も見えてないし不便すぎる。あそこは、あったば。壊れた目から緊急。私がロボットファム原則で飛行を下ろすことができませんと言うと、彼が私のプログラムを組み替えてくれました。どんな人か覚えてないんですか？おそらく私のプログラムを組み替えた時に何かしら言ったようで、彼の映像も音声もどこにも残っていませんね。便利表彼と呼んでいますが、性別も年齢も不明です。今回の事件には黒幕がいる。